平野翔橋本勘奈話題の指キスシーン撮影の裏側を大公開。映画「かぐや様は釣らせたい」舞台挨拶で貴重なエピソードを披露。平野翔という名前を聞いて、誰もが思い浮かべるのは、笑顔が魅力的で、多彩な俳優であり、アイドルでもある彼の姿だろう。特に彼が映画「かぐや様は釣らせたい」天才たちの恋愛頭脳戦で見せた演技は、 多くのののファンの心をつかんで話さないものだったこの映画はエリートが集まる私立秀友院学園を舞台に平野が演じる生徒会長白金美ゆと橋本環奈が扮する副会長篠宮家具屋が互いに告白させるための声の駆け引きを展開するというストーリーだ。この作品は9月6日から11日までのわずか5日間で50万人を動員し興行収入は6億円を突破した。 そんな大成功を収めた映画の舞台挨拶で、平野は観客に対して感謝の意を述べ、先日台風が来ていましたよね。どうやって劇場に来たのか本当に不思議ですと、観客に直接会って感謝したい気持ちを素直に表現した。平野はこの映画に対する周囲の反応について、試写会に行ったメンバーから、面白かったよとメールをもらいました。男性にも楽しんでもらえる作品だと実感しましたと語り、 顔をほころばせる場面もあった。その後、収録現場の和やかな雰囲気についても振り返り、観客席を見渡しながら笑い始めた彼に対し、司会者が、何かおかしいですかと尋ねると、面白いシーンがたくさんあったなと思い出していました。映画を見終わった皆さんが晴れやかな表情を浮かべていたので、この映画で笑ってくれたんだなと確認していたんですと、少し恥ずかしそうに説明した。映画の中で、 特に注目されたシーンの一つが、橋本環奈との指キスシーンだ。このシーンは、橋本が人差し指を平野の唇に当てる瞬間を描いているが、その際に何度も静電気が発生するというハプニングがあったという。平野はその瞬間を回想しながら、電力がすごいんですよ、と橋本を指さして笑いを誘った。それに対して橋本は、多分 平野くんが静電気を受けやすいタイプなんだと思いますと返し、会場を笑わせた。静電気対策として橋本は人差し指を湿らせ、平野も窓の縁を使って放電を試みたというエピソードが明かされ、お互いの努力が実ったシーンがこのシーンですと彼らは誇らしげな表情を浮かべた。また、どんな天才になりたいですかと聞かれた二人のキャストの回答も興味深かった。橋本は、 天才になったらやらなきゃいけないことを怠るから、今のように普通のままの方が向上心が芽生えると思うんです、と非常にストイックな回答をし、観客を驚かせた。一方、平野は、マジの天才になりたいです、と元気よく宣言した。オールマイティの天才になりたいです。裁縫もできて虫にも詳しい人。すべてのジャンルの天才です、と語り、橋本が、 言葉省略するの好きだねと笑いながら突っ込む場面もあったこのやりとりからもわかるように、平野のキャラクターは常にポジティブで、チャレンジ精神にあふれている。平野が、すべジャンの天才になりたいと語ったとき、多くの人は彼の野心をただの冗談と受け取ったかもしれない。しかし、彼のこれまでのキャリアを見ると、その言葉が単なる夢物語ではなく、実際に実現可能な目標であることがわかる。 彼は俳優として、またアーティストとしても多くの分野で成功を収めてきた。その一方で、彼の挑戦は終わることなく、常に新たなジャンルやスキルを追求し続けている。彼のファンは、その姿に勇気づけられ、彼の成長とともに自分自身も成長していると感じているだろう。さらに、彼の天才的な才能は映画やテレビの枠を超えて広がっている。最近のインタビューで平野は、 自然と触れ合う時間を大切にしていると語っており、昆虫学にも興味があることを明かしている。彼が、すべジャンの天才になりたいと語った背景には、このような幅広い興味と学びへの飽くなき探求心があるのだ。これは、彼のファンだけでなく、多くの人々にとっても新たな視点を提供する。日常生活の中で新しいことを学ぶことの喜びや、自分の限界を超えて挑戦することの大切さを、 彼は体現していると言えるとえだろう平野の言葉や行動からは、天才とは何かという概念そのものを再定義するような挑戦が見て取れる。多くの人が天才を特定の分野での圧倒的な能力と考えるが、平野はその枠を超えて、すべての分野での知識とスキルを習得しようとしている。これまでの彼の努力を見れば、それが単なる希望的観測ではなく、彼の強い意志と情熱の表れであることがわかる。 そして、彼が目指す、すべジャンの天才という目標は、ある意味で私たち全員に対する挑戦とも言えるかもしれない。彼の挑戦を見ると、私たち自身も自分の限界を押し広げ、新しいことに挑戦する勇気を持つべきだというメッセージを受け取ることができる。平野翔の成長物語は、彼だけのものではなく、私たち一人一人の成長を後押しするものとなっている。彼の挑戦の旅路は、 まだまだ始まったばかりであり、これからも彼の新たな挑戦が続くことを楽しみにしている。平野翔の挑戦が続く中、彼の新しい目標は、すべてのジャンルの天才という野心的なものであるが、実際にその目標が達成可能かどうか、多くの人々が疑問に感じるかもしれない。しかし、彼のこれまでの軌跡を振り返ると、その可能性は決して否定できない。彼の歩んできた道は、 常に限界を超え、既存の枠を打ち破ることをテーマとしてきた。だからこそ、彼の「すべジャンの天才」という挑戦も、単なる夢物語として片付けるわけにはいかない。平野がこれまで挑戦してきたさまざまな役柄を見ると、彼の演技の幅広さが浮かび上がる。かぐや様はつらせたいでの白金みゆきのような頭脳派キャラクターから、全く異なる性格の役柄まで、彼は多様な役をこなしてきた。 そのすべての役で、彼は新たな一面を見せ、観客を魅了してきた。平野の役者としてのスキルは、単なる演技力に留まらず、彼の持つ柔軟な思考と適応力に支えられている。それは、彼がどのような役でも自然に演じられる理由であり、また新しいジャンルやスタイルに挑戦する勇気を持つ理由でもある。そして、このようなチャレンジ精神は、映画やドラマに限らず、 彼の人生全般に渡ってるることができる彼は音楽活動においても、独自のスタイルを貫きながら新しい試みを続けている。ダンスや歌唱だけでなく、音楽制作やライブパフォーマンスのディレクションにも関心を示し、自分自身の音楽性を深める努力を怠らない。これは、彼の多面的な才能をさらに広げる一環であり、すべてのジャンルにおける天才を目指す彼の姿勢そのものだ。もちろん、 平野のすべジャンの天才への挑戦には、困難や壁が立ちはだかることもあるだろう。すべての分野で成功を収めることは、誰にとっても容易なことではない。しかし、平野の魅力はその不屈の精神とチャレンジへの情熱にある。彼は自身の限界を試し、失敗を恐れず、新しい道を切り開いていく。彼の姿勢は、多くの若者にインスピレーションを与え、 失敗を恐れずに挑戦することの重要性を教えている。そして、平野のファン層も彼のこうした姿勢を強く支持している。ファンたちは、彼の新しい挑戦を応援し続け、その成長を見守ることに喜びを感じている。平野自身もファンの声を大切にしており、インタビューやイベントで常に感謝の気持ちを表している。彼のファンとの絆は強く、どんなに厳しい挑戦でも、 それをを支える多くののファンの存在が彼を励ま,しているまた、平野のキャリアにおける次なるステップとして、海外進出の可能性も考えられる。日本国内での人気を確立した今、彼の才能が世界にどのように受け入れられるかという新しい挑戦が待っているのかもしれない。平野は英語の学習にも意欲的であり、世界中の観客に彼の演技や音楽を届けるための準備を進めている。 彼の国際的な活躍が実現すれば、さらに多くのジャンルでの天才としての地位を確立することができるだろう。平野翔の目標は大きく、時には達成不可能に見えるかもしれない。しかし、彼の姿勢は常にポジティブであり、夢を追い求めることの大切さを私たちに教えている。彼のすべジャンの天才という挑戦は、単なる目標ではなく、彼が人生をどのように捉えているかの象徴であり、 多くの人々にとっても勇気と希望の源泉となっている。彼のこれからの成長と挑戦がどのような形で展開されるのか、それを見守るのが楽しみでならない。最終的に、平野翔のストーリーは、ただの一人の若い俳優の物語ではなく、我々全員が持つ可能性や夢について考えさせられる物語である。彼の挑戦が続く限り、彼の名声も輝き続けるだろう。そして、 彼の挑戦の旅はまだまだ始まったばかりである。